ライ麦、トウモロコシなどの穀物をバク芽の酵素で投下し、これをアルコール発酵させ蒸留したものである。日本語ではウイスキーとも表記される。酒税法上の表記はウイスキーであり、国税庁もウイスキーの表記を用いている。またスコッチウイスキーはウイスキー、アイリッシュウイスキーはウイスキーと表記される。ウイスキー、またはウイスキーの名称は、 上流アルコールを意味する、ラテン語のアックアバイティに由来する。スコットランドやアイルランドに、アルコールの上流技術が伝わると、ゲール語やアイルランド語に、畜語翻訳されて、シュガベイハやイシュカベイハとなり、その後、水の部分イシュカ、または、シュガがなまって、ウイスキーになったと考えられている。英語の初期には、アスコーベグ、ユスキボー、アスコーバス、アスキービーと、綴りのブレが見られる。 なお、ラテン語のアックアバイティを名称由来とする種名は、ウィスキーだけではなく、例えばブランデのフランス語オーデビ、ウォッカのポーランド語やロシア語由来の言語棒とか、ジャガイモを原料とする上流種アクアビットアクアビット、アキビートも同じ、命の水に由来する派生語である。ウィスキーの語源に関しては他に属説として、1170年にヘンリー二世がエールに進行したとき、 接収した修道院から酒のおたるを発見したイングランド兵が仲間のもとへ矢のように飛んで帰り報告したことからウイスキーとして広まったというものがある。かねてよりウイスキーの言語にはウイスキーとウイスキーの二通りの綴りがある。この問題について二つの考えがある。一つは単純に地域の言語的規則の問題であり、スペルは意図する対象者、背景。 ライターの個人的な好みによって選択して良いというものである。もう一つは、その製品の伝統や精神を守るために綴りにはこだわるべきというものであり、少なくともラベルに印刷された正しい名前を引用するとき、そこに印字された綴りは変えるべきではないという一般的なルールがある。ウイスキーの綴りはアイルランドとアメリカでは一般的だが、ウイスキーは 他のすべてのウイスキー生産国で使用されている。そのアメリカでも元から使用法が一貫していたわけではなく、新聞のスタイルガイドが導入される前の18世紀後半から20世紀半ばまでは、両方のスペルが用いられていた。1960年代以降、アメリカのライターたちは、アメリカ国内または、国外での製造に限らず、穀物由来の蒸留酒を、 ウイスキーとして使用するようになった。ただし、ジョージ・ディッケル、メーカーズ・マーク、オールド・フォレスターなどの有名なアメリカンウイスキーのブランドでは、ウイスキーの綴りが使用されており、全体を通して見てもウイスキーの使用は少なくない。ウイスキーについて、世界共通の明確な定義があるわけではないが、各国の法制度上、主事の目的から定義されていることがある。 ジャパニーズウイスキー定義も参照日本においては、主税法3条15号において、次のように定義されている。15ウイスキー次に掲げる種類を言う。異発がさせた穀類、酸および、水を原料として投下させて、質が酵母により発酵させたアルコール含有物を、蒸留したものろ発がさせた穀類、酸および水によって、穀類を投下させて、 発酵させたアルコール含有物を蒸留した、モノハイまたは炉に掲げる種類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素、五または水を加えたもの、六条規定義から除かれている、第九号炉から2までに掲げるものとは次のものであり、ウォッカ、ラム、人等のスピリッツが除外されていることになる。ロシラカバの炭素の他精霊で定めるものでこした、モノ葉含む、 投資地物を原料の全部または一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の流出時のアルコール分が95度未満のものにアルコール、含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの、欧州連合においては、スピリッツ飲料の定義、記述、展示、ラベル表示及び地理的表示保護並びに理事会規則が ウイスキー、またはウイスキーウイスキー、またはウイスキーは、もっぱら次に掲げるものにより製造されたスピリッツ飲料である。発芽させた穀物から他の穀物の全粒の併用の有無を問わず作られたマッシュであって、そこに含まれるモルトのジャスターゼによりとの天然の酵素の併用の有無を問わず投下され、酵母の作用により発行されたものの、 上流上流液が用いられた原料に由来する香り及び味を有するよう94.8%未満の分量となる1または複数の上流最終上流液の容量700リットル未満の木製損における3年以上の熟成ウイスキーまたはウイスキーの分量による最低アルコール強度は40%とする希釈化の有無を問わず別試合に定義される アルコールの添加は一切なされないものとする。ウイスキー、または、ウイスキーは、甘み付けまたは香り付けをされないものとし、かつ、着色のために用いられる無味カラメル以外の添加物を、含まないものとする。アメリカ合衆国においては、連邦規則集第27編第1章 A 節第5巻、c メ e 5 2 2条項柱書において、ウイスキーが次のように定義されている。 5.22以上同一性の基準この第二種ウイスキーウイスキーは発酵した穀物のマッシュからのアルコール上流液であって190度プルーフ7未満に上流液が一般にウイスキーが有するとされる味、香り及び特性を備える方法によって製造され、多く損に保存され、かつ80度プルーフ8以上で瓶詰めされたものであり、さらに 特定の同一性の基準が規定されていない上流液の混合物をも含む上流及び上流種も参照下記ではウイスキーが誕生したとされる15世紀以前の上流及び上流種についても触れるまた個々の地域のウイスキーやブランドの詳細な歴史については当該の記事を参照のこと上流という技術について 古いものでは、紀元前2000年頃のメソポタミアのバビロニア人が行っていた可能性が指摘されているが、これは不確定であり、その根拠の妥当性について論争がある。最も初期の科学上流は、西暦1世紀のアレクサンドリアのギリシャ人によるものだが、これはアルコールの上流ではない。一説に最初の上流アルコールの生成は、 8世紀から9世紀にかけて中東で行われたものとされている。その後、上流技術は十字軍遠征を通して中世アラブ人から中世ラテン人に伝播し、12世紀初頭にラテン語で最も古い記録が残された。アルコールの上流がいつから行われていたかには諸説あるが、現代のルーツにつながる最古の記録は、13世紀のイタリアにおいてラモンルルによる、 ワインからアルコールを蒸留させたものである。その技術は中世の修道院に広がり、主に潜痛や天然痘の治療用の医療目的で利用された。15世紀までにはアイルランドとスコットランドにも蒸留技術が伝播するが、当初は当時の他のヨーロッパ地域と同じくアルコール蒸留は薬用目的であり、ラテン語で命の水と呼ばれた。そして、 上流技術は当時の専門家集団であるバーバー・セルジンス・ギルドを介して修道院で行われるものから一般社会でも行われる時代へと移り変わっていく。ウィスキーの起源についてはアイルランド説とスコットランド説が古くから知られているが共に15世紀以前に根拠を求めるものは裏付けに乏しい。アイルランドで最も早くにウィスキーについて言及される資料は 17世紀に成立したクロン・マクノイズ年代記であり、1405年の主張の死因はクリスマスに命の水を防飲したからだとある。一方、スコットランド説の場合は、1494年に欧米により、修道士、ジョン・コウにハチボルのモルトを与えて、アクアビテをクらしむが最古の根拠であり、これは同時に、ウィスキーに関する最古の文献である。 1506年、スコットランドのジェームズ4世が、スコッチウイスキーを好むと伝えられると、ダンディの町は、当時の生産を独占していた、バーバー・セルジンス・ギルドの下界からウイスキーを大量に購入した。また1536年から1541年にかけて、イギリスのヘンリー・パッセイが修道院を解散すると、独立した修道士たちは、自身の生活費を稼ぐために、 ウイスキーの製法を姿勢に伝え、ウイスキーの生産は修道院から個人の家や農場へと移った。1608年に創業を開始した北アイルランドのウイスキー蒸留所まだ製法が確立していなかった。この頃のウイスキーは、後日する密造時代に樽による熟成の技法が確立するまで他の穀物原料の蒸留酒と同じく熟成させるものではなく、現代に知られるものと比べ、色は 無色透明で味はドライかつわらわらしかった。1608年、北アイルランドのオールドブッシュミルズディスティラリーはウイスキー蒸留の許可をジェームズ一世から得て創業を開始した。同蒸留所は世界で最も古く認可されたウイスキー蒸留所を名乗っている。器にウイスキーを注ぐ人を描いた絵1707年合同法によってイングランドとスコットランドが合併すると スコットランドの蒸留所に最初の課税が行われる。これはスコットランドの首蔵に不公平な重税であり、以降、さらに様々な名目で税金は釣り上がっていった。1725年のイギリス爆画税が施行される頃には、スコットランドの蒸留所のほとんどは廃業するか、地下に潜って密造するようになっていた。密造業者らは政府の調税官や、 取締官の目から逃れるために、煙が見えなくなる夜に、ウィスキーの蒸留を行い、祭壇の下や棺の中など、様々な場所に樽に入れたウィスキーを隠した。この頃のスコットランドのウィスキー生産量の半分以上は違法種だったと推定されている。この密造時代に、結果として、ソンでの長期保管により、ウィスキーはマイルドなものとなり、また、ソンの香りや風味が添加され、 現代に知られる、琥珀色を帯びるようになった。以降、密造時代が終わりを迎えた後も、損で熟成させるという工程が、ウィスキー製法の重要な要素となる。また、この製法はアイルランドにも広まった。アメリカでは、独立戦争の間、通貨の代わりとして、ウィスキーが取引されていたことがある。ジョージ・ワシントンも、1797年の、 大統領辞任後にマウントバーロンで大規模な上流所を運営していた。植民地時代のアメリカにおいては、イギリスとの距離や大陸内での貧弱な輸送インフラを考えると、アイルランドやスコットランドからの入植者たちは、自分たちでライ麦などを原料にしたウイスキーを製造し、自分たちの市場に送る方が有益だと考えるようになっていく。同時に、当時のウイスキーは、 非常に需要の高い物品であり、1791年に追加の主税が課されると、ウィスキー税反乱が起こった。これは最終的に鎮圧されるが、課税を逃れるために、当時は連邦政府の管轄外であったケンタッキーやテネシーに、作り手たちは移住し、当地で取れるトウモロコシを原料としたバーボンが生産されるようになる。また、同様にして国境を越えて、 カナダに逃れた作り手たちもいた。また、19世紀にはインドにスコッチウイスキーが運ばれ、1820年代後半に仮想理のエドワード・ダイヤーによって、インドで最初の蒸留所が建設された。新鮮な湧き水が豊富だったため、すぐに近くのソランに創業が移った。1823年にイギリスは密造が多かったウイスキー蒸留所を合法化する目的で、 新たな酒税法を可決し、上流所を政府の許可制とすることで、スコットランドにおける密造時代は終焉を迎えた。この時、最初に政府の許可を得たのが1824年創業のクレンリベット上流所である。俗説の一つとして、当時のイギリス国王ジョージ4世がスコットランドを訪れた際に密造だったクレンリベットを飲み、これが 政法改正につなががったというものがある1831年、アイルランド出身のイーギアスコフィーはカフェ式上流の特許を取得し、より安価で効率的なウィスキー上流を確立する。これによって、それまでのモルトウイスキーと異なるトウモロコシなどの穀類を原料とするグレーンウィスキーが製造されるようになる。また1850年、アンドリュー・アッシャーは、 伝統的なポットスチルによるウイスキーと新しいカフェ式の連続蒸留機によるウイスキーを混ぜたブレンデッドウイスキーの生産を開始した。この新しい蒸留方法は伝統的なポットスチルを重視したアイルランドの蒸留所では拒絶され一部蒸留所のみ採用に止まった。また多くのアイルランド人は新たな製法によるウイスキーをウイスキーとは呼べないと非難した。一方で スコットランドでは広く採用され、1824年に創業開始したキャメロンブリック蒸留所は、1830年には連続式蒸留機を用いて、世界で最初にグレーンウイスキーの生産を開始した。ブレンデッドウイスキーの生産も、スコットランドで活況を帯び、その万人好みの主出から、それまでスコットランドの地酒扱いに過ぎなかった。 スコッチがイングランドなどの他地域でも飲まれるようになり、ブレンデッドウィスキーはスコッチの代名詞ともなる。アメリカでも南北戦争終了後に連続式蒸留機が広く採用されて大規模生産の時代に突入し、1866年に政府公認第一号の蒸留所となるジャック・ダニエル蒸留所が建設された。この頃、主要な酒といえばワインやブランデーであり、 ロンドンも例外ではなかったが、1880年代までには、1860年代から始まるフィロキセラ病害中によって、フランスのワインやブランデー産業が壊滅したことで、その代用としてウィスキー需要が高まり、世界的に多くの市場で主要な酒となった。20世紀初頭のアメリカ禁止法時代においては、国内で全てのアルコール販売は禁止されていた。しかし、 連邦政府は医者によって処方されたウイスキーは例外とし、認可薬局で売られることとなった。この間にウォルグリーンの薬局チェーンは20点から約400点に増えた。また、この禁酒法によってアメリカンは元より主要輸出元であったスコッチやアイリッシュも大打撃をこむる一方、それまで粗悪品の代名詞であった隣国カナダのカナディアンが 密輸などで活性化した。日本における最初の需要は、1853年の黒船来航の際、江戸幕府側の役人や通訳がサスケ花号に挑戦した時にウイスキーが振る舞われたものとされている。その後、在日外国人向けの輸入ウイスキーの英字広告が1861年のジャパンヘラルド市にあり、1871年には日本人向けに ネコインウイスキー型バリマル型瓶が、カルノを紹介によって輸入されていた記述が1915年出版の日本は洋酒、缶詰新聞社、大日本洋酒、缶詰遠隔誌にある。当時、日本産のウイスキーといえば、安価な輸入アルコールに砂糖や香料を加えた、模造ウイスキーと呼ばれる粗悪品しかなかった。本格的な国産ウイスキーを目指したのが、鳥井新次郎と、 タケツル・マサタカであり、1918年にスコットランドへ留学して、ウィスキー製造を学んだ。タケツルのもとで、1923年に、日本初のモルトウィスキー蒸留所の建設が始まり、1929年に、国産第1号となる、サントリーウィスキーシロフダが販売された。また、その後、タケツルはさらに本格的なスコッチウィスキーの生産を、 目指し、1934年に4市上流所を設立する。これらがジャパニーズウイスキーの始まりとされる。麦を発芽させ、その爆芽に含まれる酵素を利用して、澱粉を透過させる。この方法自体は、ビールの仕込みとほぼ同じであり、これをろ過して、爆汁を終え、これを出芽酵母によって発酵させると、アルコール度数7から8%の、ウォッシュと呼ばれる液体となる。 これを単式蒸留機で蒸留する。一般に複数回の蒸留を終えた際のアルコール度数は60から70%で色は無色透明である。蒸留液は木製の樽に詰められ数年以上エイジングして熟成させることによって豊かな風味と色を呈する。スコッチモルトウイスキーでは通常素材に多くが用いられる。ウイスキーの色や香りには 損の材料の多くに含まれるポリフェノールの一種が寄与している。同時に、樽の木に含まれるタンニンは、カス下げ剤として、ウイスキーの透明感や味にも役割を果たしている。ウイスキー原種は、熟成により、樽ごとに異なる風味に仕上がるものであり、最終的にはこのいくつかの樽の原種を調合し、香味を整えてから度数40%程度まで、加水し、瓶詰めされ出荷される。 また、低価格品でも高級品でも、同一メーカーであれば、同じ原料と同じ製法であるところが、日本酒やワインなどの醸造酒とは大きく異なる点である。飲み方は多様。そのままで、または水で割り、もしくは氷を入れて飲むほか、カクテルの材料として加えられることもある。モルトウイスキー、編集スコッチウイスキーにおいては、大麦麦芽の実を原料とするもの。 一般的に短式蒸留がまで2回上流する。少量生産に適しており、伝統的な製法。もっとも大量生産や品質の安定が難しい。アメリカンウイスキーにおいては、大麦が原料の51%以上を占めるものを指す。なお、アメリカンウイスキーにおいては、大麦のみを原料とするものをシングルモルトウイスキーと呼ぶが、 スコッチウイスキーにおいては一つの蒸留所で作られた、モルトウイスキーのみを瓶詰めしたものを指す。クレーンウイスキー、編集トウモロコシ、ライ麦、小麦などの穀物を主原料に、大麦爆芽を加えて投日発酵させたウイスキー。連続式蒸留機による蒸留を減るため、モルトウイスキーに比較して、飲みやすい反面、香味に乏しく、通常は、ブレンデッドウイスキーに加えられ、 風味を和らげる。しかし高級モルトウイスキー同様の長期熟成を行ったシングルグレーンの最終商品も希少ながら発売されている。ブレンデッドウイスキー、編集スコッチウイスキーにおいてはモルトウイスキーとグレーンウイスキーをブレンドしたもの。大量生産や品質の安定に適している。アメリカンウイスキーにおいてはストレートウイスキーに他のウイスキー、 またはスピリッツを混ぜたものを指す。ライウイスキー、編集詳細は、ライウイスキーを参照主に来たアメリカで生産される。ライ麦を主原料とする。カナダとアメリカ合衆国ではそれぞれ定義が異なる。コーンウイスキー、編集詳細は、コーンウイスキーを参照トウモロコシを原料とする。バーボンウイスキーのうち、原材料の80%以上にトウモロコシを、 用いいたたものののを指す産地などににによよって原材料や製法に違いが見られれそのため以下のように区別されるスコッチウイスキー、アイリッシュウイスキー。ただし、ジャパニーズウイスキーを含めることについては、日本のメーカーだけが主張している可能性、スコットランドの一般人がこのような認識を持っていない可能性を指摘する意見もある。スコッチウイスキー、編集詳細は、 スコッチウイスキーを参照英国スコットランドで作られるウイスキーをスコッチウイスキーまたは単にスコッチと呼ぶ仕込みの際に冷淡で爆画を燻上するため独特の好期があるのが特徴であるアイリッシュウイスキー編集詳細はアイリッシュウイスキーを参照アイルランドで作られるウイスキーをアイリッシュウイスキーと呼ぶ大麦麦芽のほか未発芽の大麦やライ麦 小麦なども原料として使用する。最大の特徴はピートによる燻蒸を行わないことと短式蒸留器による蒸留回数が3回であること。これにより一般的なスコッチウイスキーよりもまろやかな味わいに仕上がる。ウェルシュウイスキー編集詳細はウェルシュウイスキーを参照古くから英国ウェールズでもウイスキーは製造されていたが1 8 9四年に一度 この歴史が途絶えた。2000年に製造が再開され、2004年3月1日に出荷された。イングリッシュウイスキー、編集イングランドでも1910年頃まで何らかの蒸留所が稼働していたが、ウイスキー蒸留所としての正確な記録はほとんど残っていない。およそ100年間の空白後、2006年にウイスキー専門の蒸留所であるセントジョージ蒸留所が稼働し、 イングランドのウイスキー製造が復活した。2018年現在では蒸留所のバリエーションがなく、イングリッシュウイスキーの特徴と呼べるものは未だない。製法はオーソドックスなスコッチウイスキーに準じたものとなっているが、短式蒸留機で2回蒸留後のニューポットをアルコール度数の調整をせずに樽詰めするため、樽出しのボトルはスコッチよりアルコール度数がわずかに高くなるのが、 今のところの特色となっている。アメリカンウイスキー編集詳細は、アメリカンウイスキーを参照アメリカ合衆国で醸造されるウイスキー。地域によって差があるが、他の地域のウイスキーではあまり用いられないトウモロコシを原料として用いる特色がある。バーボンウイスキー県タッキー州バーボン群を中心に作られるもので、単にバーボンとも呼ばれる。 トウモロコシを主原料とし、内側を焼き焦がした、オークソンで2年以上熟成させる。テネシーウイスキーテネシー州を中心に作られている、ウイスキー。講義のバーボンウイスキーに含まれることもある。バーボンとの違いは、蒸留したばかりの原種を樽詰めにして熟成させる。前に、同州産の砂糖カイの炭でろ過する工程が加わる。有名なブランドには、ジャック・ダニエルなどがある。 カナディアンウイスキー編集詳細はカナディアンウイスキーを参照カナダ原産。トウモロコシを主原料とするベースウイスキーとライムギを主原料とするフレーバリングウイスキーをブレンドして作られアイリッシュウイスキーよりさらにおとなしい風味であることが一般的。一方で少数だがスコッチスタイルのウイスキーも生産されている。ジャパニーズウイスキー編集詳細は ジャパニーズウイスキーを参照日本産。1918年よりスコットランドに留学した竹鶴正隆によって、スコッチウイスキーの伝統的製法が持ち替えられたことが短所である。竹鶴はことぶき屋に在籍し、1923年開設の山崎上流所の初代所長となり、後に日華ウイスキーを創業した人物である。当初、 タケツルの目指した本格的なウイスキーは高価格に、加え、ピートの香りの効いたスコッチ直径の重厚な風味が逆に敬遠されて、当時の日本人の思考には合わず、庶民が好むものは、トリスをはじめとした安価であまり質の良くない、ウイスキーであった。タケツルの目指した本格的なスコッチウイスキーが、広く、庶民にも好まれるようになったのは、戦後の高度成長期以降である。 サントリーと日課の両者は独自の発展を遂げ、技術も向上し21世紀初頭には国際的な品評会で高い評価を収めることが増えている。日本のウイスキーは当初本格的な高級品と安価な粗悪品にに極化していたが、酒税法の改正や醸造技術の向上により長期熟成や製法を工夫した高級品、 ブレンドを工夫することで飲みやすく仕上げた普及品、バルクウィスキーなどを利用した低価格品が出揃っている。高価格帯ではサントリーと日課が技術力を活かした際な製品を製造している。またマルスモルテージコスモ、シングルモルトアカシ、イチローズモルト、長浜ニューメイクなど中小企業の少量生産品も流通している。中価格帯では サントリーと日カが生産規模を活かし安定した品質の製品を供給している。低価格帯ではサントリーと日カが過去から製造している廉価品の品質を向上させた製品を大量供給しており、個人消費者向けのほかに業務用としても供給されている。中小企業では輸入したバルクウイスキーを使用して価格を抑えた自社ブレンド品を供給している。 この他にもセブンアイグループやトップバリューなどが PB ブランドを流通させている。これらは大量に買い付けることで価格を抑えた OEM 品が多い。2020年4月以降、業界団体である日本用酒酒造組合がジャパニーズウイスキーの自主基準を制定し、日本国内で上流、貯蔵されたもののみをジャパニーズウイスキーと表示させることを決めた。これに前後して、 日本国内で調合されながらも国内外の原酒をブレンドしたブレンデッドウイスキーについてはワールドブレンデッドウイスキーなどのジャンル名で呼び分けられている。日本の主なウイスキー製造会社、編集主なメーカーとしてはなどがある。ウイスキーの日本国内市場での販売量は2004年の1年間で87,500キロリットル余りと推計されており、うちサントリーが 約67%、日課ウイスキーが約21%と推計されている。地方の小規模な酒造会社も少量ながらウイスキーを生産している。これらはチウイスキーと呼ばれる。2010年代以降はハイボールブームやジャパニーズウイスキーの評価の高まりで需要が増えたこともあり、経営的な判断で新規参入する例もある。メーカーとしては以下のような例がある。 以下の酒造会社はウイスキー生産を終了している。その他の産地、編集イギリスの植民地では滞在するイギリス人向けとして、スコッチウイスキーの製法に準じたウイスキーが生産されたが、気候の違いにより、スコットランドとは味が異なるとされる。これらは製法が同じでも、スコットランドで製造されていないため、現代ではオリジナルブランドとして流通している。 大陸ヨーロッパビールが生産されているドイツやベルギーなどの地域では大麦が大規模に栽培されているため少量であるがウイスキーも生産されているドイツではスコッチウイスキーの減少国内で熟成ブレンド瓶詰めしたレベルの高いウイスキーを生産しているフランスの上流酒はブランデーが主流であるが近年ではウイスキーも生産されているオランダでは ダッチウイスキーが少量生産されている。フィンランドでは、ライウイスキーを生産する、キュロ上流所が2014年に販売を開始した。アジア台湾台湾の飲料企業、金社のウイスキー、カバランは2008年からリリースされた。熟成期間を18ヶ月前後とし、アネタイは、ウイスキー作りには向かない、熟成期間は長い方が良質。 という常識を覆した回評価を得ている。インドインドでは、イギリス植民地時代からスコッチウイスキーの製法に準じたウイスキーを製造しており、現在では5大ウイスキーに次ぐ生産量を誇っている。オセアニア・オーストラリアとニュージーランドでは、イギリス植民地時代にスコッチウイスキーの製法が伝わり、現代でも少量が生産されている。アフリカ・南アフリカでは、 イギリス植民地時代にスコッチウイスキーの製法が伝わったが、スコットランドよりも温暖なため熟成を短くしている。タイウイスキータイで生産されている蒸留酒。ウイスキーと呼ばれているが、米と糖蜜を主原料とし発酵させたものを蒸留してウイスキーの香りをつけた焼酎類である。通常のウイスキーより甘みが強いのが特徴。代表的なウイスキーの銘柄はメコン。 センソム、リージェンシー、ブラックキャット、ブラックタイ、センティップなどである。日本で一般的な飲み方の外に特殊なものとして、ストレートをハングチとミネラルウォーターを交互に飲む方法、体漢方薬などの薬草と混ぜて、蒸気の方法で飲むヤードオンと呼ばれる方法、ペプシコーラやオロガミンシーで割る方法などがある。ありがとうございます。